本当に？ありがとう。薪拾いにしては時間がかかったわね。まさかどこかで道草を食ってたんじゃないでしょうね。今日は河原で曲の再現をしましょう。お母さんがいるでしょ。もっと歌の練習しなさいって怒られちゃうから。ううん、気にしないで。私だってこの曲が完成するのを楽しみにしてるんだから。すごく素敵だもんね。早く完全な状態で聴いてみたいな。だからゆっくりと頑張って味方。やっぱり素敵な歌。うちにはたくさんの曲が伝わっているけど、こんなのなかったわ。古い歌なのかもしれない。そっか、これからも少しずつ再現していこうね。おお、マナリとヘナチョコじゃないか。お前なんかヘナチョコで十分だよ。ところでさ、マナリは懲りずに歌の練習してるの？才能のないやつがどんだけ努力したって無駄だってコタンの大人が言ってたぜ。でもみんな言ってるしさ。マナリ、お前本当にそんな音痴なのか？俺聞いたことないんだよね。楽器は何度も聞かせてもらったけど。一回聞かせてよ。ミカト、お前だって本当は聞きたいくせに。
かったわ。私のことで喧嘩しないで、二人とも。歌うわ。それでいいでしょ？やった！マナリの歌が聴ける！それじゃあ、歌うね。やっぱり歌えないよ。なんだよ、うまい下手以前の問題じゃないか。難しかったから、とっても。あのね、帝たちを石だと考えて、誰にも見られてないから恥ずかしくないって自分に暗示をかけたの。私、誰に何て言われたっていいの。だって歌が大好きだもの。私にとってかけがえのないものだもの。いつか一度でいいから、一番大切な時にうまく歌えさえすれば、それでいいの。とにかく、今日はこれくらいにしておきましょう。またね。また明日ね、帝。
って髪綺麗よね。サラサラでツヤがあるし。ありがとう。私って猫っ毛ですぐ寝癖とかついちゃうから自分の髪が嫌いなのよね。その点ナコルルの髪って細いけど腰がある。羨ましいな。そう？嬉しいな。髪型にしてくれるの？ミカトにはね、髪の結い方を教えてあげるなんて言ったけど、私あんまり複雑な結い方知らないし、不吉者だから後ろで一つに束ねるだけだよ。出来上がり。ありがとう。それじゃあ今度は私がマナリの髪を解いてあげるね。よう。やんたむ、あんまりジロジロ見ないでよ。なんでだよ。マナリなかなか似合ってるぜ。ナコルルまで。女の子って髪の結び方だけで随分印象が変わるんだな。ミカト、ちゃんと二人の髪を褒めたか？決まってんだろ？女の子を喜ばせるにはそういうとこを褒めるのがいいんだよ。おい、ナコルル、ちょっと座ってみな。これ、マナリがやったんだろ？うん。ヤンタムはどっちの髪型が好み？そうだな。マナリかな。ああ、だってナコルルの今の髪型ってただ紐で結んだだけだろ。髪型以前の問題だぜ。マナリの髪の方が凝ってるからな。なんだそういう意味か。いつもの髪型だったらナコルルの方が好きかな。ヤンタムって長い髪の方が好きなの？そうなの？まあ、私も伸ばそっかな。バーカ、お前はその長さが似合ってるよ、マナリ。
ああ、私はいつまでこうしていればいいの？の、悪い。いやー、なんだか面白そうだからよ。俺も特別にナコルルの髪を結んでやるよ。今のカムイコタンで流行りの髪型だぜ。ちょっと、ヤンタも。いいから、安心して任しとけって。やはり俺ってすげえな。何やっても天才的だ。隣村のやつに遠く海を越えた国の果物の話を聞いたんで、それを想像してみた。どうだ？ちょっと時代を先取りしすぎたか。でもナコルル似合ってるぜ、最高。もう人の髪で遊ばないで。またそんなしかめっ面してるのか。もっと笑えって。たく、暗いぜナコルル。大体お前は最近笑わなすぎるんだよ。そんなんじゃ人生つまらないぜ。もっと楽しんで生きないとな。損だぜ損。ヤンタもごめんなさい。もう帰って。なんで急に怒ったのか？別に怒ってません。マナリも帰って。今日はありがとう。おいおい、いきなりなんだよ。まさか熱でもあるのかよ。ナコルル、さては俺に惚れたな？熱なんてないわ。ふざけるのはやめて。あなたはどうしていつもそうなの？そうなのって、なんだよ。俺はいつだって毎日を精一杯楽しく過ごしてるだけだぜ。なあ、あんまりカリカリするなよ。お肌に悪いぜ。せっかくの可愛い顔が台無しだ。やめて。ナコルルは真面目すぎるんだよ。少しはハメを外してみな。まあ俺は外しすぎって話もあるけどな。Thank you.
かあったの？あんな姉さま初めて。私も姉さまの髪でふざけたことあるけど。別に姉さま髪の毛をいじってもらうの好きだったはずだよ。姉さま少し変、前とちょっと違う気がする。戦いの旅に出る前、それまではさ、姉さまとヤンタも、それにマナリはいつも一緒で、すっごく仲が良かったんだ。幼馴染だもん。三人の中ではヤンタムが二人のお兄ちゃんって感じだったんだ。姉さまもマナリもどっちかっていうと、おとなしい方だったから、いつもヤンタムの後ろをついて歩いてた。ヤンタムは昔からあんな感じだったから、実は大人たちは姉さまがヤンタムーと一緒にいることをあんまりよく思ってなかったみたいだけど。でもね、ヤンタムーはいつも面白いことを言ったり、いろんなところに連れてってくれたし、ヤンタムーと一緒にいるときは姉さまはすっごく楽しそうだった。いつも笑ってて、普段はおとなしい姉さまもすごくはしゃいでた。毎日夜遅くまで遊び回って、ドロンコになって帰ってきてたんだよ。生傷だらけの時もあったんだ。そんなだからある日ね、見かねた母様が姉様に、女の子なんだからもうヤンタムーと遊ぶのはよしなさいって言ったの。そしたら姉様はね、じゃあ私男の子になる、なんて言い出したんだから。結局母様でもみんなを引き離すことはできなかった。それぐらい仲が良かったんだよ。